おはようございます。シヤケンでございます。今日はアプリちゃんの抜歯が終わって2週間後の最新でございます。まあ特にご飯も食べてますし問題ないとは思います。じゃあ行ってきます。行くよカプちゃん。はいはい、行きます。はい、ただいま帰ってきました。はい、まあ診察結果、まあ相談というか経過報告みたいな感じにはなったんですけど、まあ手術終わってから5日間ぐらい食べなかったけど、まあ、最近は食べてるんで問題ないですかねっていうことですね。で、喉の奥にある口内炎はまだちょっとあるみたいで、あとは喉のちょっと腫れがあるかなっていう感じですね。まあそれもレーザー治療してもいいんですけど、この間手術したばっかりなんで、するとしたら1ヶ月後するような形になりますね。まあでも現在まあ食べてるので、そんな急ぐものではないのかなっていうところではあります。まあこのまま様子見まして体重を増やしていきたいなと思います。はい、お疲れ様でした。カップご飯食べてください。朝ごはん、もう準備しそうよ。いや、つまずいた。今日はですね、ちょっとここはもうオブジェ化してて、もうここしか使ってないんですよ。で、ここの幅がね、すごく無駄なんで、このケージはもう向こうの保護猫部屋に持って行って、ここにね、あのご飯棚とか、あとはこう、ちょっと寝巻きを置いたり、かけたりとか、上着をかけたりとか、まあエプロンとかもそうですけど、まあ、それとちょっとした棚を作ろうかなと思います。はい。はい、ちょっとね、ここの 2x4 をね、もう一回解体して、この 2x4 を使って棚作ろうかなと思います。まあ、ここをね、ちゃちゃさんとか、まあ、預かり猫ちゃん、今、カプリちゃんですけど、カプリちゃんが登るようにね、置いてたんですけど、全然登らないんで、そう。なんで、まあ、もう完全にオブジェ化してるんで、まあ、せっかくなら再利用した方がコストも浮くんで、そっちの方がいいかなと思います。じゃあ解体していきます。こっちの方がね、若干天井が高いんですよね。そう、ちょっと無理やろね。ああ、無理やろね。どうなるけん。はい、ちょっとね、新しい材木買うのも大変なんで、まあ、ちょっと調べたら大工さんもやってるような、まあ、DIY がやってるような方もする方法で、材木を継ぎ足したいと思います。ね、腰掛け線継ぎっていうやり方やっていきたいと思います。これはまあ伸ばす方の材木ね。継ぎ足す方の材木。測ります。あと12センチ欲しいんですよね。12センチ。ちょっと皆さんお気づきかもしれないですけど、物がね、最近ありふれててから、もうマジで、ね、どこに何があるかわからなくなる、ね。12センチ継ぎ足したいんで、とりあえず継ぎ足したいところを線引きます。OK。こんな感じですかね。
はい、ちょっとね、今からね、ここ、ここをはぐって、大きい方、長い方の 2x4 もはぐって、重ねて、ボンドとビスで固定するっていう、腰掛け線継ぎっていうのをね、やろうと思ったんですけど、ここを要するに切って、バーって切っていって、取らないといけないんですよね。でもね、この丸ノコでちょっと高さ調整してやろうかなと思ったんですけど、なんか高さを合わせれなさそうなんですよね、この丸ノコが。なんで、ちょっとやめようかな、このやり方は。はい、すいません。はい、普通に調整できました。ここすいません。すいません、本当に。ここをね、ここを緩めて、普通に上に上がるっていう。はい、切っていきます。お騒がせしました、すいません。うん、なちょっとこれね、はい、ちょっとね、今室内でやったらね、まあゴミもかなり飛び散るし、音もすごいし、でちょっとちっちゃい材木なんでね、すごいキックバックがバーンってなっちゃったっていうので、すごい悩ました。はい。なんでね、とりあえずちょっと今から外出るんで、まあ知り合いのお家に行って、ちょっと切らせてもらいます。だけ材木を運んで持っていくって感じですね。切っていきます。まあこんな感じ。だけこれを線をブワーって入れて、ここをはぐりたいって感じですね。で、噛み合わせるみたいなイメージです。ちょっと行ってきます。はい。実家に来ました切るためだけにいや、田舎やね。行きます。はい、こんな感じ。今こことこれとこれね、これを噛み合わせてつけますみたいな。これをあと一つしますね。はい、もうちょっと、そういえば彫刻刀買ってきてたんで、もうここでちょっと削りたいと思います。若干ずれてます。まあでもちょっと一回ね、ボンドとビスで止めてみて、できるかどうかやってみたいと思います。こんなん怒られそうやけどね。こっちはね、薄いっていう、ちょっとまあちょっとやってみよう。まずボンドね、ボンド。で、ガッチャンコ。で、こっちもガッチャンコ。で、ビスを4箇所ぐらい打とうかな。とりあえずこんな感じで、畳めました。まあちょっと段差ができてるけど、これ。まあただね、まあでもそんなめっちゃ強度が、大丈夫と思うけどね。まあ、すいません。大工さんが見たら多分ブチ切れられそうですけど、とりあえず完成です。大丈夫と思うよ。いいと思います。おはようございます。一夜明けまして、ボンドもね、乾いたんで、ここに一旦試しに貼り付けたいと思います。まあ、ちゃんとサイズ測ってね、あの腰掛け線付きしましたんで、絶対はまると思います。絶対。多分。いきますね。継ぎ足した分を上にしようかな。結構頑丈よ、思ったより。
きます。シュッ。オッケー、めちゃくちゃバッチシ。やった、うれぴー。オッケーっす、完璧。いいんじゃない。はい、まあこんな感じですね。横にしてあげて、ハンガーラックをここにつけて、まあエプロンだったりズボンだったり、ちょっとパーカーとかはこうすぐかけれるようにしたいかな。ここら辺棚の部分になる木材をカットしました。これも全部家にあった分ですね、再利用です。はい、ではペンキ塗っていきたいと思います。乾いたんで、つけます。本当はね、ここ木材だけで行きたかったんですけど、で斜めにねビス入れようかなと思ったんですけど、ちょっとね割れそうな気がするんで、もうここは L 字で止めます。何もかも全てうまくいかない。知ってますこれ、豪華を代表するロックンローラーですよ、ザ・モッツのグッドフェローです。何もかも全てうまくいかない、今夜もお前は酔いつぶれている。できた素晴らしい。ちなみにですけど、あのビスって木割れ防止ビス、これめっちゃおすすめ。一時期ねもうずっとダイソーさんのを使ってたんですけど、やっぱね違うと思う。おすすめですこれ。はい、あとはイメージ的にはここにこうやって餌を置くんで、倒れても大丈夫なように紐でストッパーみたいにつけておきます。とりあえずこれで、じゃあ飾ります。まあとりあえずこんな感じでですね。でここを後で紐をくくって落ちんようにして、あとはこういったプラスチックの、ご飯入れがあれば、もう少しスタイリッシュに、なんかおしゃれにできるのかなと思います。はい、あとはここ、そう、こういう風にそうハンガー掛け作りたかったんですよ。あの、いつもパジャマとか服とかを脱ぎ捨てて、そこら辺にいつもね、置いてたんで、邪魔やなと思って。
まあ、かなりいい感じだと思います。ね。で、下もスペースがあるんで、あんまり下とかに物を置きたくないんですけど、まあ、まあ、こういったものを別に下に置いてもいいかなと思います。こうやってね、うん。そしたら前よりは結構綺麗に見えるでしょう。はい、こんな感じです。まあちょっとね、ずっと最近は保護猫活動だったり、もう猫ちゃんメインのことが多かったんですけど、まあせっかくね、DIY で登録してくださった方もいらっしゃいますので、まあ DIY と猫ちゃんの保護猫活動と100均ですね。まあちょっと混ざっちゃった感じになるんですけど、見てくれたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。